ウボアパートです。ついに来たわね。ここは押さえとかないといけない要素ですからね。以前ネルネルネルネに来た時にはそこに行ってなかったですから。夢日記というゲームをこのシリーズから知ったという方に解説するぜ。このゲームにはエフェクトを集める以外にもお楽しみ要素があるんだ。その一つは以前お見せした火星イベントだったりするんだが、今パートでお見せするのはウボアイベントだ。ウボアってなんだよって思うかもだけど、そこは見てのお楽しみ。いわゆる確率もののイベントなので、場合によっては根気を求められる。そしてこのエリア、浅瀬というエリアなんだが、ここでも少しアドバイスをさせてくれ。ここでは風船に触れることによって別の島に移動することができる。できるんだが、水辺に移動した際に闇雲にぐるぐるしないことをお勧めする。夢日記のエリアは基本ループしている。読んだ？ごめん、お前のことじゃないんだぜ。なのでこの青い風船から上にほぼまっすぐの斜め上という感じで移動してくれ。そうすればループすることを避けて正しい風船のとこに行けるぜ。読んだ？読んでねえってば。説明にループって言葉使われたらループちゃんも驚くよ。バナナ。エルさん、これバナナやない？髪の毛や。ということで、この風船から移動するといけるんだよ。この子はポニコ。かわいいね。この子の家でイベントを起こすのよ。壁に電気のスイッチあるよね。あそこでつけたり消したり、大まかに言うとその繰り返し。イベントが起こらない場合は家を出てまた入って消す。これを起こるまで行うよ。で、普通は起こるとこまでカットかもだけど、どれぐらい繰り返したか体感してほしいから早送りでフルで見せるよ。疑似体験しようね。これ本当は割とあっさり起こるかなぁと思って撮ってるんだよね。でも実際撮ってみると起こらなすぎてびっくりしたのよね。こんな繰り返さないとダメとは思わなかったよ。ほんと塩だと思って食べたらサルサソース味だったぐらいビックラコンの塩昆布だよ。サルサなのか塩なのか昆布なのか。選ばれたのは中田康隆でした。パフュームかな。私はカプセルかな。カプセルの CD よく買ってた。だんだんゲストボーカルとインストだけになってきて冷めた時期もあったけどね。今となってはルクちゃんも BGM 作るし、インストは参考になるよね。ほんとそうなんだよね。インスト版こまめに買ってるんだよ。最近は打ち込みバリバリっていうわけでもなくなってきててね。音源を一旦音声ソフトで歪ませたりとか、生音っぽさも出せたらなーって思って作ってるよね。ルクちゃんいつから作ってるんだっけ。 4,5 年前かな、打ち込みやりだしたのは。でも全然わかんなくてね。どう打ち込めば望んだリズムになるかわかんなくて、すぐほったらかしたの。その頃のストックとかって出てたりするの。とどろきとかはその頃のだよ。あれただのリズムトラックだから。なぜか褒められたけど、あれってメロディーを乗せられなかっただけなんだよ。思ったけど、これとてつもなく繰り返してるからほんとだれるね。さらに倍速。こうして落ち着いて行ってるように見えるけど、この辺りから眉間にシワを寄せてプレイしてたんだぜ。録画時のループは予想していたその数倍時間がかかったため、驚きを隠せなかったみたいだな。カットしようぜ。オッケー。ということで、夢日記名物のウボアさんです。インパクトある見た目よね。可愛い女の子だったのになぜこんな見た目になったのか、いろいろ考察されてるみたいですよ。笑ってるような顔にも見えるわね。スクリームのお面みたい。確かにスクリームに似てますね。これまた何とも言えないところに飛ばされましたね。えげつない大きな何か、吐血すら手のように見えるわね。それに手なのか足なのかよくわからないですよね。すごいバランスで立ってますよ。出れないので帰りまする。